日朝同盟の時間です。私たちは朝鮮半島の統一に向けての半島の中で起こる政治事情について5年以上にわたり毎週木曜日に放送を続けてきております。その中で一番大きな半島においての事件は2020年1月末に金正恩総書記最高指導者が心臓手術の失敗でこの世から消えた、亡くなられたということを発表しました。これは世界のどこもが発表してないことを、世界で最初に発表したのはこの実践実学大学の情報に基づくジョンウン死亡説、これを述べたわけです。それが4年6ヶ月たった今日、今のキム・イルソン、キム・ジョンイル、キム・ジョンウンという三大指導者のその肖像画が平壌のしかるべき場所に掲げられたということを思ってみてもですね、死亡説、20年1月末に心臓手術の失敗によって亡くなられたということがいよいよ発表される、そして葬儀が近々行われることを意味するのではないか、それを日本の専門家と称する慶応大学の磯崎さん、まあ常にあなたの発表は日本の学者の中で一番トップレベルだと我々も思って、参考にいつも聞いておるわけですが、今回金正恩は生きておる、そして安定期に入った、いわゆる実力が安定して、この親をしのぐ、またおじいさんをしのぐ力を持ったということを意味するものであると、こういう解説をされたわけだけど、これは明らかに見当違い、とんでもない間違いを述べておられると我々は思います。これらの間違った解説力がいかに日本人の専門家、専門機関が不正確な情報と、まあ全く情報がないから適当に無責任にただ喋ってるのかというような程度にしかと見られないから、日本の国の情報というのは頼れないもんだなと私は舐められてしまうと思います。これが国家の抑止力にも通ずると、だからあんまりわからんものはわからないと言って発言を控えるべきではないかとこう思います。そういうことで今北朝鮮は次の指導者キム・ヨジョンさんですにを表に出す準備段階に入ったとこう見てる、そういう中で重要な内部の事情を実践実学大学山口教授に伝えてもらいたいと思います。実践実学大学の山口です。言われる通り、そのつい最近の話ですが、北朝鮮の金正恩総書記が所有していた邸宅、かなり大きい宮殿とも言われているところなんですが、この一つとされる施設で、複合のもう全てと言ってもいいですね、それに複合している施設も、建造物が全部解体されて撤去されました。これが
4月の21日か25日の話なんです。それが首都平壌郊外に、位置するんですけども、この邸宅は金正恩が冬季冬の期間中に利用する広大な宮殿の複合施設なんです。今までずっとそれは使ってきてたんですが、ここ2、3年は使われてなかった、この事実があります。それが、まあ、4月21日か25日に主な住居用の建造物と付属構造物が全部取り壊されて、まあ、撤去、きれいに撤去されて更地になったということですね。現政権は軍の近代化や軍事施設の統合をもう非常に今スピードを上げて進めております。今回の解体作業もその一環と見られるんですが、解体後の施設は軍の管理下に置かれ軍事目的に転用される可能性が非常に高いと言われております。背景には韓国との対立路線に舵を切った北朝鮮の戦略変更、いわゆる与正体制になったということが伺われるわけです。で、韓国は第一の敵国と定めた南北の協力や統一をする組織なんかを、どんどん解体しております。それで弾道ミサイルや核兵器の開発にも一段と力を入れる与正方針の現れということを見てる人もおります。特に、金正恩が利用していた施設を軍に提供して、金正恩亡き後の準備をもうコツコツと積み上げてきていると、こういうふうなことがこの解体作業によって伺えるわけであります。まあこれは自分の住んでた家が取り壊されるということは、新たな別の場所に新築されたものができたから、うん、ここで移転すると、うんうん、まあいう本来なら意味があるわけで、はい、そういうことは全くないわけです、うん、明らかに金正恩は2020年1月末に死亡したと、うん、いうことを金正恩はもう隠す必要がなくなったということ、うんうんうん、もうバレバレバレ、どっちみち葬式を出す、うん、隠す必要がなくなったということも意味するわけです、はい、だからも近々葬儀が出る、うん、そして自分自身が総書記に就任するという直前だからもう堂々と壊したんだよ、うんうんうん、と私は見ます、はい、